もうビールとか飲めたらいいな、マー君。いや、飲んだらいい。そういう意味では、電車に乗ってタクシーうん、そうだね。飲めるからな、それでかいよな。なんか1万円もすんねやって感じで、うんうんうん、なんか思ったより500円って20万円もあったら1万円なんねやみたいな、うん、高い500円、うん、ね、あの500円フィルムケースがさ500円ぴったりや、あれにまんまんじゃないけど20万円貯めて、あれが1万円かと思って、なんか大事にしようと思って500円そうやな、まさに地理積もやな。そうやろ、だから昔500円でその20万でお小遣いもらえるの好きやったな。え、貯めてたのフィルムケース。いや違う、なんかおばあちゃんがくれた時にフィルムケース入れてあったはい、小遣いって言ってもらったら500円か。でもよく考えたら20万円、1万円もあるやん、うん、1万円もあるで。確かにな、そう考えるとな、そう500円貯金って大きいってだから、でかいでかい。何があった？あと30分ぐらい。もう1時間だった多分。もうおやつは家でご飯がいい。近いな。はあ、早く頂上に着いて、おにぎりとコロッケ食べたい。うまいな。腹減ったな。全然しんどいわ。途中ったら霞に気にせんとそのまま行けますよ。 ありがとうございます。十分登れます。小さい子も全然脂っぽいです。 ありがとうございます。お、絶景。これはこれで。本当や。すごいな。おお。本当だ本当だ。あ、おそこほらほら見えてる見えてる。もうほら頂上。本当だ。電車止まってるあれ。どうやろう。ちょっと見えない。止まってないかもな。写真撮ろうか。写真撮ろうか。うん。うん。すごいロープについて動いて。
してるのかも。ママ何時に動くの？寝る時間あそこに電車ある。違うか。あれは電車ではない。ああ怖い。あ、遠足の時はこっち行った、向こう行ったわ。覚えてる。うん、ここ渡ったのめちゃめちゃ覚えてる。マジで何しに行ったの？あっちに。あっちがなんかもっと岩っちゅうか、こういう登山道。うん、こんな舗装されてない。へえ、そっちに行ったのね。うん、3年生のこっちだから俺行ったことないわ。谷本正弘君、3年4組谷本正弘君。今37歳、谷本正弘君。そうそうそう精神年齢は同じよ。精神年齢9歳。うん。そうやな。でもそういう意味でもあれやな、朝入らないとご飯の減ってから変になるな。そうそう、結構飲まれててこういうところで食べるのもいいけど。ケーキやね。5分ぐらいじゃん。600、うん、多分そんなもん。ちょっと待って、なえるな。休憩するか休憩するか。あれママ、じゃあここは谷本、これは谷本家の印ね。谷本家の場所だ、ここは。あ、もう入ってた。いや、猫猫。びっくりした。猫猫。え？猿？可愛らしい猫だった。ママ、猫いてる？おらんな。あ、出てきた。ほらほら。ダメだよ。猫にチョコあげたら病気になってる。病院行かなきゃいけないもん。コメあげたい。ん？どうした？にゃーって言った。ヘナムいいね。うん。もう食っとんな。うん。もらってんねやろ、ここで。巣なの？だからここお家なのかな？今穴が開いてる。あ、二匹いるわ。え？二匹いるわ。やっぱり？うん。え、どこ？あ、向こうに。二匹いるわ。ほら。見えない。今日だよ。あ、今日だ？拾ってあげてくれたの？あ、もう。これめっちゃ可愛いな。猫ちゃん、おいで。あ、パパ、それをどんどん引いてったら何だこれ？何だこれ？もう何？人怖がらへんの？うん、人がない。かわいい、兄弟？なんかビールあげる。何が食べへんの？双子ちゃん？
さもうん、おいで。まあまあでかい。おいで。二人一緒ぐらい。うん、大体一緒ぐらい。あ、猫餌もらってるわ。ほらほらほら、あ、ほんとや。え、ちょっと飼ってる猫。どうだろう。うまや、餌ある。ここお家か。いい場所やな。いいお家やな。じゃあな、バイバイ。家でね。またな。またね、なんちゃん。綺麗やしな。綺麗ね。顔も可愛いよな。ごめんね。いつもこれやって。にゃ、餌探してたの？餌もらってるわ。大丈夫。一年やな。うん。オスメスの両方いるのかな。それとも両方いるの？だいぶ顔整ってる方やな。え、めっちゃ可愛くない？なあ、キリッとしてるよな。ね、なんかただの雑種じゃなさそうな。うん、行こうか。うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、駐車場に出てしまった。なんで私コーラパンチいつまで持ってんだろう。ずっとコーラパンチ言ってほしい。もう最後の階段ぐらいちゃうか。あ、疲れたから右からグッ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 。ちゃうかな、登山じゃないのに足首が曲がらへん感じがこう逆にしんどい感じが、なんか普段こんな、なんか階段やのになんで私こんなしんどいんやろって。そうなんだろうな、うん、もう登れへんと思えるぐらいしんどい。まさかの、まさかの。ママ、さっき言って。ママ疲れたって言った。あ、残りがね、あそこで終わりやした。うん、裸足で行くか。靴下で、お前の。いや、裸足。もう凍傷するわ。よし、こ。さ、みんな行け。準備していてくれ、上で。こんにちは。さあさあ、ラストラスト、ガンバガンバ。こんにちは。お、終わり終わり。こんにち
はいよ。もう着いた。着いた。着いた？うん。やっと着いた。めっちゃ臭いな。行こう、下水臭いし。臭い臭い、しんどかったな。あれマジ？臭い。さあ、なんだこれ。動物のうんち。臭い。おこ動物園や。さあ、なんて温泉？いやいや、下水やろ。うん。お前な、ここ入れへんな。入れへんな。まあ遊園地なんかちょっとご飯食べよ。何が取れんの？うん。遊園地行けないの？嘘や、最悪。遊園地に入りました。いただきって何？開いてんの？てか遊園地くせに入場。ここに置いとこう。まだ新しいんじゃない？ああ。まだ新しいのかな。でもこうお金これに。これか。いただき。1500円。すごいすごい。でもあそういうことか。1500円。本当。パパ1時間で終わったね。ああすぐ着いたな。ね。ねえ。ほらもうこの辺食べる？いいのパパ。いいよ。ゴロンしていい？
いいよ。